はい、皆さんこんにちは、ワンダリガルビーチです。では今回は This is a Police 2続きをやっていきたいと思います。11月26日ですね。で、実はですね、今日は人間ドックで胃カメラを飲んできたので、ちょっと喉の調子がね、いまいちなので、もしかしたら、お聞き苦しい声になってしまったりしている部分も、あるかもしれないんですが、お付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。では早速続き始めていきましょう。Thank you again for your time, Mr. Kogan. And thanks for your patience. Next Thursday, we'll have another meeting, by which time I will have some new questions for you. If you remember something new before our next meeting, not just about Jack Boyd, but about your work in the police department as a whole, then just let me know. If you change your work schedule, let me know. If you need to leave Freeburg for some reason, well, you understand. Let me know. Don't look at me, Mr. Kogan. I don't want to be here any more than you do. If it was up to me, neither one of us Thank would you have again, to. Mr. Kogan. You are free to go. Take it easy on these people, Lana. They don't have I'm to. I'm just doing my job, Wilton. It's your job too, remember? Please invite Miss Emma Weinstein in. Emma Weinstein? Again? What is this already, her sixth? Just the fourth. And you're hoping to learn something new. As far as I recall, she just keeps saying the same thing. I will definitely learn something new, Wilton. Even if she keeps saying the same thing. Even the fact that she always repeats all the answers word for word. That's already very important information just by itself. Well, yes, 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 for you. Because the whole world around you is very important information. Good morning, Miss Weinstein. I'll ask you some questions, some of them new, others I've already asked you during previous interviews. But I hope that you'll be kind enough to. You can ask me any questions, Miss Berman. I'll answer you. For the second time, the fifth, the tenth, as long as it takes. You know that. Then let's not waste any time. おっと、ここは自分が答えるんですね。ジャック・ボイドの秘書として何年勤めましたかということは秘書なんだな。彼が警察署長になってからずっとですか、12年ですかの選択肢ですね。まあ、確かに This is the Police 1の時に秘書はいましたよね。その秘書なんだろうな。そうすると、彼が警察署長になってからずっとですにするか、12年ですかなんですが、彼が警察署長になってからずっとですにしましょう。続いて、あなたが実際に行っていた職務を具体的に教えてください。秘書としての職務すべて、もしくはボイドさんが仕事に集中できるあらゆる面でお世話させていただきましたよと。まあ、これは秘書としての職務すべてですにしておきましょう。ボイドさんから何か違法なことをするよう頼まれたことは一度もありません。もしくは法のことは私には分かりません。まあ、一度もありませんにしておきます。彼が定年退職前に50万ドル稼ごうとしていたのはご存知でしたが、これ50万ドル到達できなかったですよね。いいえ、あるいはそれのどこが悪いのかと。まあいいえですね。ボイドが秘書に話してはいないはずですからね。事件の捜査において、ジャック・ボイドがフリーバッグの犯罪世界を代表する人物に接触したことがあるか。A、でもあくまでの捜査の一環として、もしくは分かりません。 すいません、分かりませんにしておきましょう。 すいません。続いて、ジャック・ボイドが州の指名手配者リストに載って以来、彼と接触したことはありますかと。まあ、これはありませんね。続いて、ジャック・ボイドは実際に罪を犯したと思いますか？いいえ、もしくは私の意見を聞いてどうするんですか？まあ、いいえにしておこう。
思うかなんでね。私たちが入手した情報によると、あなたはここ半年ほどの間にジャック・ボイドの友達を少なくとも3度は訪れている。これをどう説明するか。ジャック・ボイドは定年間際の警察署長ってことは、もう息子たちは少なくても、まあ、10歳は超えてるはずですよね。説明することなんてない。あの子たちの力になりたかった。まあ、説明することはないにしておきましょう。この事件の捜査の一環としてあなたの通話や手紙の内容が法廷で明かされるとしたらどう思いますか。どうもそんなことされて嬉しい人がいますか。別に何とも思いません。まあ何とも思いませんにしましょう。で終わりですね。いや、人間ドックがね、胃カメラを飲んだ時に鎮静剤を打ったんで、今日一日、まあ、車、バイク、自転車、これらの運転はダメよって言われてるんですけど、やっぱり若干ぼんやりするんですよね。フラワーボッツが回復してます。ナシさん、やっと治りましたよということですね。まあ、フラワーボッツは、この警察署の中でも1、2を争う優秀な警官なんで。続いて、ペンギン。ペンキンですね。ナシさん、コンサートは大成功。レニーのハードなドラムさばきでスティックが3ペアも折れちゃいました。いとこたちも叫んでダンスして、俺の嫁さんも姉妹のために同じショーを開いてくれって言うんです。まあそれは春になってからの話です。いやペンキンひどいな、銃って。じゃあ今日のシフトね、確認していきましょう。黒沢いるな。黒沢はね、本当に要注意人物だからな。キンメルは発砲スキルが高いね。シャイニーも発砲は高い。ランドンも発砲それなりですね。じゃあまずはマスタードに拳銃、それにグレネード、おいやいやカートリッジで、キンメルにも銃にカートリッジにスタンに警棒で、フラワーボッツも警棒にスタンにグレネード持たせましょう。で、シャイニーはパワーあるけど、ランドンが発砲なんで、ランドンにじゃあ持たせる？で、シャイニーはスタン。いや、待って。そうすると、アーロノビッチ。いや、アーロノビッチはそしたら、今回は、事件捜査に専念させよう。そしたら装備を持たせる必要がないんで、じゃあランドンを予告通り事件捜査に。でもう一つの事件、黒い箱の謎、こっちにスーパーロック、スパーロックですね。でも朝8時にね、人間ドック受付したんですけど、終わったのが何時だろうな、12時半ぐらいだったかな。結構時間かかりましたね。児童虐待です。少女がハリネズミを見つけバッグに入れて学校に持ってきた。ハリネズミを取り上げようとした教室に向かって少女がバッグを振り回すと、バッグは彼の足に当たった。ハリネズミの針にズボンを切り裂かれた教師は憤慨し、少女にお仕置きするために定規を手に取ったという内容か。まあ銃を持った警官を出したいからな。マスタードにペンキンのこのコンビでいきましょう。続いて暴行事件ですね。注文したものがちっとも運ばれてこないことに腹を立てた女が、積まれたトレーの一つを手に取ってウェイトレスに襲いかかったと。なるほど、ここはパワー系のキャラとステルス系のキャラをバランスよく配備したいよな。そうすると、パワー系のシャイニー、黒沢だけでは行ってくれないか。というか、足りなかったね。虐待の方ですね。大きな物差しを持った教師が廊下で少女を追いかけながら叫んでいた。このズボンは父の唯一の形見だったと。
それくらいでさ、切れるかな。警棒で素早く教師を殴るか、ハリネズミを使いみ、それで教師を殴るか、少女をかばうか。いやー、拳銃系がないか。しょうがない、少女をかばおう。スタンガン持ってないぞ。待ってくれ、ナイフで刺すしかないのか、ペンギン。犯人が死亡。まあ、そうなるよな。マスタードはそうすると発砲スキルが高いんだったらステルスをつけよう。シャドウ、敵に気づかれることなく目の前で移動したりアクションを一回行うことができると。さらにカメレオン、小さな面積の物の後ろで上手に隠れることが可能。犯人が死亡してしまったか。殺すほどの事件だったのかっていう疑問はありますけど、しょうがないで。続いてナチさん、ロビーのテーブルの上に糸で縛られた変な箱が2つ。糸なのね、ロープや縄じゃなくて。全ての職員に聞いてみましたが、誰が持ってきたものなのかも、中に何が入っているのかも分かりません。正直開けるのが怖い。2ヶ月ともにリニアビールの停止処理に爆弾が送られてきたらご存知ですね。今回は爆弾を2つ同時に起こることにしたんでしょうか。それとも何か有毒なものが入ってるのかもしれません。あ、オフィスに、家に持って帰るのは嫌だからオフィスに持って帰ろう。トナカイ重視のタバコ、ツナ缶で、あなたのオフィスの外にあるガラクタが日に日に増えていっています。結構ね、缶詰はね、実は共働きなんで結構家にストックはしてありますね。あと水はアマゾンの定期お届け便で毎月、合計何リットルぐらいだろうな、40リットル、50リットルぐらい、もっとかな、配達してもらってますね。スキンヘッドの女がトレーをウェイトレスに押し付けているということ。警棒で女を殴るか、女を取り押さえるか、トレーで女を殴るか。まあ、ここはとりあえずパワーのある社員で女を取り押さえよう。警官は女を取り押さえたと。ウェイトレスに危害をするつもりはなかったと。いや、明らかにあったでしょうよ。嫌がらせ。裁判所の書記官が面接に来た女性に対し、採用と控えに体の換気を迫った。いやー、ポリスっぽくなってきたね。 This is the police っぽく。そしたらここはキンメルにアルノビッチ。裁判所の書記官が少女の手を掴み、話そうとしないと。少女を解放するよう男を言う、もしくはテーザー銃で書記官を撃つ。書記官を取り押さえる。まあ、テーザー銃で書記官を撃とう。せっかくキンベル連れてきてるからね。アーロンビッチ、パワーを身につけたら交渉能力だろう。次はフリーズ。警戒態勢を取られる前にこっそりと犯人に攻撃。発砲スキルは高いに越したことないんだよな。トキショ、若い男とその交際相手が喜ばせずにトキショに現れ、結婚届を出そうとした。断られた男は切れて職員に襲いかかったと。なるほど。じゃあここは闇上がりのフラワーポッツに黒沢、さらにペンギンと。うわー、出たー。じゃあいいよ黒沢、お前は行かなくて。僕はね、奥さんの誕生日に婚姻届出しましたね。もう5年前になっちゃいますけど。続いて殺人未遂。リボルバーを持った子供が銃口を通行人に向けている。それを見た年寄りの女性は恐怖に怯えている、震えている。10歳の子が一体どこから銃を手に入れたのか。これも明らかに誤報だろう。放置。登記所です。男が年を取った市役所の職員の髪をつかみ、男を顔をテーブルに押し付けていると。テーザー銃で撃つか、大きなナイフで刺すか、そんなにまで結婚したいのかと尋ねる。ここはフラワーボッツ。
なんとかやってくれ。他人に指図するのをやめないとどうなるか、このクソババアに知らしめてやりたいんだ。男はそう言うとものすごい力で老女の頭をテーブルに叩きつけた。あまりの衝撃に彼女の頭蓋骨は真っ二つに割れた。事の重大さに気づいた男は急いで逃走。容疑者を撃つ。発砲スキルないからやめよ。容疑者に駆け寄ろう。スピードはフラワーポッツそれなりにあるからね。ただ市民が死亡か。爆破予告が来てる、ね、で、リボルバーを子供が振り回しているのはやっぱりおもちゃで、ここで迷惑行為が来てます。鞭を持った裸の老人が街のど真ん中で交通妨害。んー、どうしようかな。黒沢マスタード、なんなんだ黒沢お前マジで。爆破予告は1時までに対処すればいいのでギリギリまで待ちましょう。クローザーとペンギンは使えないからな。迷惑行為の方ですね。どうする。わしは狂気を司る森の聖パイロスの化身なのに、この世界は俺よりもずっと行かれている。一体なぜお前らは道路の逆側を走っているの。憤慨した老人は車が通過するたびにそれを鞭で打っている。鞭の先には金属の部分がついており、それで叩かれた車はへこんでいると。忍び寄ろう。516 complete。で、操作の経過の方ですが、これは新しいものはなかったか。チューインガムの方もなかったか。写真の枚数が足りないからね、まだそもそも。じゃあ爆破予告の方に行きましょう。まずディボールは絶対出すでしょう。フラワーポッツ、キンメル、まあてか上から順に出していくのが正解でしょう。黒沢は出さない。この事件をしっかり解決して市民が死亡したその借りを返しましょう。ダイソン・マッカーサー、倉庫で何を見たかっていつも通りに仕事をしてた。それでワゴンから荷物を下ろしてたら、こわもての男たちがやってきた。そいつらは武装していて、一人はロープ、他の一人は両腕いっぱいのダイナマイトを抱えていた。ダイナマイトなんてもう随分昔に使ったきりだったのに、だからすぐにこれはまずいって分かってそこから逃げ出した。それからじっと落ち着かない。手は震えている。幸せはダラだ。それに心臓ももうダメだ。タバコを吸わせてくれ。倉庫でもずっと怯えていたんだと。なるほどね。じゃあ、そうだ、トナカイ自身のタバコゲットしたからあげよう。で、信じられないかもしれませんが、これが今年初めての一服。いやだって11月でしょ、もう嘘くさすぎるわ。まだ頭の中がぐちゃぐちゃで逃げ出した時のよく覚えてないけど、倉庫にはかなりの人数が来ていた。11人か、多いな。続いてブルーとバンクラ、倉庫の作業員。あいつらアホだ。爆薬が古いからあまり爆発力がないだろうなんて言っている。とにかく爆弾の近くには行かないことだ。できるだけ遠くにいた方がいい。古いダイナマイトってのはパワーが予測できない。あのほども何度も言って聞かせようとしたんだが全く聞く耳を持たない。ちょっと考えてたんだけど、あいつらが全部吹き飛ばしてしまったら俺は新しい仕事を探さなくちゃいけなくなる。逆にあんたらがあの中途半端な奴らを逮捕してくれたら俺は昇格できると。なるほどね。だから奴らが爆弾を配置した場所を教えてやる。いやちょっと待て、教えない方がいいか。警察がそこへ行って爆発に巻き込まれちゃうかも。そうしたら俺の首が飛んで路上生活間違いなしだ。ブーツがあればなんとかやっていけると。だからブーツをちょうだいと言ってるのか。まああげようじゃあ。起爆装置はフォークリフトのある部屋。
爆弾を解除したなら爆破物の知識から頭のいいやつを連れて行けと。なるほど。続いてヘレナ・グレツキ・パイという名前の犬の飼い主。ちょっとおっぱい大きいですね。見て可愛いわね。尻尾を振っている。今日一番のいい動きね。パイを散歩させるのはパイ。これは偶然なのか。おっぱいとパイ、まあいいや。あまりしつけてないからシャープウッドでドグウッドで犬を生かしておくのは難しい。大丈夫、この子は魚が大好き。それにとっても可愛いと。パイは少し暴れん坊で言うことを聞かないところがある。でも一つ知っていることがある。あの倉庫を通り過ぎたところに警備員の詰め所があって、そこに遊びに行くのよ。警備員たちはこの子が大好きで、こんな可愛い犬が嫌いなんているわけないと。特にプルートバンクラ、あのパトカーに乗ってる人のことだけど、プルートはツナを休めて売ってくれるのよと。その間他の倉庫係はパイと遊んでくれるわ。今日はツナ缶をもらいに来たんだけど、どうもパイはご馳走を一日でも食べないのは我慢できないと。私も以前は警察だったから、食堂にはツナ缶がいっぱいあるの知ってるよね。缶をいくつか持ってきてと。 2,3 個消えたところで誰も騒がないでしょうということだね。駐車場の左側にフェンスの穴が開いている。なるほど。普段警備員のところに遊びに行くときパイはそこから入る。でも今日はうまくいかなかった。ジャッキーとアイミールが夜のシフトで駐車場の警備をしている。はあ、左側には行かない方がいいんだな。 OK だ。じゃ あまずスキルからいく。パワーのあるフラワーポッツに何を優先するか。射撃能力はないから、まず敵の銃撃を回避できる能力はつけたいでしょ。 KO、 警棒で確実に殴って気絶させると。いいね。シャドウ、忍耐、尋問、フリーズ。フリーズは入れよう。さらに交渉も入れちゃう。交渉能力高いからね。続いてキンメル。キンメルは射撃能力が高いんで、シューター、フィレット、ラッキーショットだね。それにカメレオン。続いてアーロノビッチ、頭脳系キャラ。そしたらまずハンターは絶対入れたいね。さらに見張り、シャドウ、フリーズ、まあ、フリーズは入れたい、どんどん。シャイニーもラッキーショット、シューターは絶対入れたいな。でフィレットにタイタン、負傷者仲間や貴重品に入った荷物を軽く運ぶことができる。これ入れよう、タイタン。続いてデイトーン、頭脳系キャラですね。そうすると爆発物は入れたいな。ま、ハンター、フリーズは入れて、降伏命令、さらに見張り、ランドン。ランドンちょっと疲れてるね。ランドンはシューターでしょ。サイレンサーはつけよう。持ってるキャラ こいつだけだからね。よし、これでいこう。ランドン結構期待だな。時間切れになる前に爆弾解除、もしくは犯人全員を無力化です。まずここにいるね。いや、キンメル結構がっつりいくね。大丈夫かっていうぐらい進んでいくな。じゃあ俺はこっちに行こう。フラワーポッツ、さらにアーロノビッチ。
Rogers. 敵の位置は一人しか分かってないからな。気づかれてないよな。OK だ。まずはこいつを無力化したい。バカ野郎、撃ちやがった。殺したか、シャイニー。問答無用だな、あいつ。これで確実に敵にバレたな、場所が。順調に進んでるけど怖いな。敵がいるぞ。バカ野郎、大丈夫か、あいつ。外しやがった、しかも。 OK。 あそこにもいるね。ちょっと待ってね。ランドンは足と手をやられたんだな。タイタン持ってるシャイニーが向こうにいるからな。まずいぞ。外した。よし、助かった。あんな至近距離から撃たれてよくカバーできたな。外しやがった。ぶっ殺したな、ぶっ殺したな。撃ちまくるね、あいつ。本当に外しやがった、この距離。負傷した仲間を放っておくわけにはいかないからな。いや、こんな至近距離に接近されたのマジかよ。キンメルは
それそうなるよな。あんなところに犯人がいたのか、気づかなかったぞ。撃てるか。撃てないか。ここ鬼門だな。一つここをしのいでくれれば、あるいは勝機があるぞ。外した外した。殺された、殺された。こいつスキル高え。殺した。マジか、二人死んだな。尊い犠牲だわ。外してくれた。危ねえ。外したね。外したね。ありがたい。いや、普通に難しいぞこれ。外した。当てろ。外したか。よし。外した。ナイフで確実に仕留めよう。ここは当たらんでしょ。よし。よし、うまく対応してくれてる。どこが一番当たりやすいかだな。ま、胸だな。当ててくれよ。よし、ありがたい。こっちはもう二人すでに警官が死んでるんだ。まだ元気なやつが一人いるな。
たらない。手に当てた。やるね。これは当たんないだろ、距離的に。シャイニーの射撃能力では。フラワーポッツ、ハンターつけてたっけ？さすがキンメルだな。フォークリフトってこれじゃないの？ここだな。ここにもフォークリフトがあって、ここに爆弾がある。おいおい大丈夫か、犯人の目の前に飛び出してって。ちょっと待って、フラワーポッツにつけてたか自信がないから待とう。二人の犠牲者が出てるからな。いや、ここはさ、警官隊とか送ろうよって思うけどな。もう警官だけで行くんじゃなくてさ、お宝があったりはしないんだよ。いやー、二人の警官の命が散りましたね。いや、勝利って言えるのか？警官二人、デイトーンとランドンが死んだけど。いやー、サイレンサー持っててもさ、フラワーポッツスキルないからな、射撃能力が。キンベルは身につけましたね。じゃあ発砲スキルだな。阻止。いや、基本的に発砲スキルはみんなつけていきたいということがよく分かりましたね。いや、痛すぎるわ。2人の警官の死、しかも主力級だし。
で、マイナスがどんくらいあるかだよ、マイナス。あ、思ったよりマイナス少なかった。となると、警官バリバリ雇おう。ボッシーズ、ボッシーズ超能力高くね。1000あるよ、だって1000。いやー、チャップマンは能力高いけど危険な匂いしかしないな。マーシャルはお買い得。ただここは危険な香りのするポッシーズ、君に決めた。いやー、2人の警官のね、死がありましたが、まあしょうがないね。次のターンの勤務だけど、クリムジーでしょ。ムジカ、ムジカ危険だな。こんだけベルモント、この警官5人は少ないよ。5人は少なすぎる。キンベル、グハ、アロノビッチ、シャイニーは無理か。黒沢、お前まともに働いてないだろう。ペンギン、7人の体制でいく。フラボ、キンメルダメ、しょうがないね。7人体制でいきますか。Do you see him, Pedro? Has he already ordered a drink? What? What, Chihuahua? Are you sure you're looking at the right guy?Do you see a basket of strawberries? Pedro, not everything is important. It doesn't matter how he's dressed. A basket of strawberries. Do you see it? Has he already started eating the strawberries? All right, Pedro. Don't worry about that. If he's eating strawberries from a basket, then he's the one we need. No doubt. Just wait until he's eaten all the strawberries and then approach him, right?Right, Pedro, right. I'll be waiting for your call. Just stick to the plan, all right? Pedro? It's me. Oh, Jack. Yeah, I was sure you must be dead. Look, Fry, I know that I hear there's a federal agent who's interested in you. He's already reached Millington. From there, I think he'll be heading north. What do you think, Jack?Has he picked up your trail? Fry, let's just talk. Jack, how happy he'll be to find out you're still alive. A young agent, let's call him Chris, dreaming of a brilliant career. He wants to prove to his alcoholic father that he's made something of his life. And the girl, let's call her Tanya. She's recently left him. So he just loved to play the hero all over the front page and then just rub her nose in it. And Chris has an arrogant colleague, too. Let's call him Tommy, who's always laughing at him. wait, you know what, Jack? I think Tommy's fucking Tanya. I mean, this whole time. How could I have missed it? Tommy's fucking Tanya. And worse, the alcoholic father is banging Tanya, too. I mean, they're all fucking around over there. And just think about poor old Chris. Fry, let's just... and by the way, did I mention that Chris has a bit of a stutter? Naturally, that meant problems at school. And not just at school, but at the academy, too. Yeah, he was nearly kicked out of the academy twice, even though his marks were brilliant. Imagine, they were ready to kick the guy out just because he stutters a little. Nobody wants to have anything to do with him. You know what that's like, Jack, huh? And suddenly, our stutterer Chris, less than 6 months at the Bureau, he catches a fugitive off the federal wanted list. And not just anyone, but Jack Boyd, the king of corruption. I mean, the symbol of our whole society's disintegration. Al Capone in a police cap. Nobody else could do it. But there's just something about Chris, you know, Jack? Good Lord, Fry, it's just... Now, Tanya wants to fuck him.And the prom queen Sharon wants to fuck him, and even Susie the ballerina, who turned him down on 3 separate occasions because she didn't want to have anything to do with the fucking stutterer. Well, now Susie is showing off her pirouettes in his bedroom, and it's all thanks to you, Jack. All thanks to the fact that you couldn't stick to our simple arrangement
and answer the fucking phone when I call. I couldn't pick up the phone because at the moment when you called, the phone was literally being shot at. And then You're one lucky bastard, Jack. I mean, you are lucky that I have such a cold, black heart, completely incapable of compassion, without batting an eyelid. I will leave that poor stutterer Chris with nothing. I'll make a couple of calls, and he'll turn right around on that road he's on to Sharpwood and return to his miserable life of the lonely loser. He's just not the right man for Tanya. I mean, some people just aren't made for each other, you know? True, you'll have to pay me twice as much. Twice? 20,000? But I only That's not the worst of it, Jack. You not only have to pay me twice as much, but you'll have to do it four times as often. 20,000 a week. I hope whatever mess you got yourself in, you still got all your fingers, or at least enough of them to pull out a bank transfer. How long until the next payment, huh? 4 days? Come on. Let's talk, I'm sorry, Jack. I have another call. I'm guessing that Mr. Cervantes just finished eating his strawberries. His what? Strawberries? Listen, Fry, I'm just asking you... Fuck. いや、毎週2万ドルは無理だよ。毎週でしょ、だって。はい、というわけでだいぶ長くなりましたが、26日目プレイを終わりにしたいと思います。次回は27日やっていきましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。